たちはとんがりの中で集った嵐の、まあ、昔を捨てたっていう人たちもいるんですけど、まあ、今も好きな人もいて、ちょっとなんかもうお遊びでやってるんで、ちょっと歌も下手ですけど、カラオケ来てるって思って盛り上がってください。お願いします。